50プリウスに4年以上乗っていますが、やはり車内も徐々に汚れが目につくようになりますし、同じ車に長く乗っているとちょっとした変化が欲しくなります。ということで、今回はシートとアームレストに現状とは趣の異なったカバーを取り付けて、ちょっとした車内の模様替えをやってみたいと思います。今回購入しましたのは、楽天市場に出店しているグリーンショップのシートカバーとバルカンズのアームレストカバーです。2つの商品のメーカーは違いますが、どちらもレッドを基調にしたデザインで、材質はポリウレタンレザーが用いられています。現状はどちらも黒基調のデザインで、材質はファブリックとなっていますので、カバーをかぶせることによって質感が向上し、デザイン的にもうまく溶け込むのではないかと思い、セットで購入しました。まずシートカバーですが、最近はシートそのものの構造が複雑になってきていますので、後付けのシートカバーをシートにぴったりとかぶせるのは難しくなってきています。グリーンショップのシートカバーを楽天市場のカタログ写真で見た限りでは、非常にきれいに取り付けられていました。しかも素材がポリウレタンレザーにもかかわらず、値段は5席分でわずか5070円という安さでしたので、即これに飛びつきました。実際に取り付けてみましたところ、このようにカタログ写真とは随分と違う形になりました。特に後部座席は取り付け方がよく分かりませんでしたので、取り付けることすらできていません。フロント座席につきましては、このように何とか取り付けることはできましたが、ヘッドレスト以外はダブダブとしてシワが目立ちます。ヘッドレスト以外の部分はワンピースのシートカバーを上からすっぽりかぶせる方式ですので、やむを得ない面もあるとは思います。これが2ピースになっておれば、もう少しすっきりとした形になったと思いますが、コストを抑えようとするとこうなってしまったのだと思います。この構造であれば、背もたれと座席のつなぎの部分の両端がどうしても耳が立ってしまい、自分は結構これが気になりましたので、このように赤の電線を巻きつけて耳が立たないように上から押さえつけました。ただこうすると電線が見えてしまいますので、いたしかゆしの面があります。固定用の紐がシートごとに4箇所ついていますが、自分は左右についている紐をゴム紐につないで、一旦シートの後方裏側を這わせて、シートの周りを 1.5 周してから反対側の紐に接続して固定しました。これは左右についている紐を後方斜め下に引っ張って、シートカバーのスカートで座席側面全体を覆うためです。このことでサイドのリクライン用レバーなども一緒にシートカバーに隠れてしまいますが、レバーの操作につきましては全く支障なく操作できますので問題はありません。それよりも問題なのは、背もたれ、裏面についているシートポケットが塞がれて完全に使えなくなるということだと思います。自分はもともとシートポケットを使っていませんでしたので問題はないのですが、シートポケットを使われている方は別途シートポケットを購入しなければならなくなります。1週間ほど使ってみた感想ですが、実は乗り心地は非常にいいと思いました。座席はシワだらけですが、一旦座席につきますと、シートカバーの素材が薄くて柔らかいポリウレタンレザーという合成皮革でできていますので、カバーがついているという違和感はなく、むしろ持ち肌のような肌触りのいいシートに座っているという感じで、座り心地は従来よりも良くなったと思いました。さらに合成皮革ですので、
ファブリックとは違って汚れた時は簡単に拭き取ることができますし、背中に汗をかいた時などもべとつくというようなことはありませんので、汗かきの自分にとって夏は大いに助かるのではないかと思っています。最後にバルカンズのアームレストカバーですが、この商品は類似品に比べるとクーポンを使っても2500円と少し高めだったのですが、その分しっかりとした作りになっているように思いました。このカバーは蓋を開けてこのように3本の強烈なマジックテープで固定するような構造になっていますので、表面のシワをしっかりと伸ばすことができます。ゴーマルプリース専用に作られた類似品も多く出回っていますが、その多くが蓋を開け閉めするときにカバーの縁がヒンジ周辺で引っかかるという問題を抱えています。その点この商品はスカートの背丈を短くすることでそこのところの対策がしっかりとされていました。ファブリック製のアームレストは一旦汚れると汚れがなかなか取れませんので、時間の経過とともにこの部分の汚れは結構目立ってきていました。これも今回のカバーをかぶせることで質感が向上するのはもちろんですが、汚れた時はすぐに拭き取ることができますので、常にきれいな状態を保つことができるようになりそうです。今回は車内の模様替えをしたいということでシートカバーおよびアームレストカバーを取り付けてみました。かかった費用は合計で7500円ほどです。シートカバーにつきましてはお金をかければいくらでもいいものもありますが、今回は一時的な模様替えということで行いましたので、今回はこれで十分に目的は達成できたというふうに思っています。